日行われたヒプノシスマイクディビジョンラップバトルテンスライブライブアニマフッズマイナス公演内において、ディビジョン別 CD が7ヶ月連続リリースされることが発表となった。6月26日の池袋ディビジョンバスターブロズを皮切りに、7月24日に横浜ディビジョンマッドトリガークルー、8月21日に渋谷ディビジョンフリングポッセ、9月18日に新宿ディビジョン摩天楼、10月16日に大阪ディビジョンドツイタレ本舗、11月13日水曜日に名古屋ディビジョンバッドアステンプルの6ディビジョン、12月11日に中央区琴の葉塔による CD が連続リリースとなる。ヒップマイ連続リリースとなる本 CD には各ディビジョンメンバー3人それぞれのソロ楽曲と、各ディビジョンにフォーカスした新作のドラマトラックの合計4トラックを収録。 CD の初回製造分はスペシャルデジパック仕様となる。さらにアクリルブロック3種セット付きバンドル CD の発売がエルルストア限定で発売決定したほか、エルルストア及びアニメートでの全巻購入特典として全巻収納ボックスも手に入るなど、ファン声援の CD となること間違いなしだ。ディビジョン別 CD7 作品連続リリース。発売日、品番、6月26日水曜日池袋ディビジョン、バスターブロズ、期間マイナス33067、月24日水曜日横浜ディビジョン、マッド、トリガークルー、期間マイナス33078、月21日水曜日渋谷ディビジョン、フリングポッセ、期間マイナス33089、月18日水曜日新宿ディビジョン、摩天楼、期間マイナス33910、月16日水曜日大阪ディビジョンドツイタレ本舗、期間マイナス33111、月13日水曜日名古屋ディビジョンバッドアステンプル、期間マイナス33112、月11日水曜日中央区琴の葉塔、期間マイナス3312、定価2530円、税抜き価格2300円。収録内容 M1 から3、各ディビジョンメンバーソロ曲 M4、 新作ドラマトラック、パッケージ仕様、初回製造分のみ、スペシャルデジパック仕様、黒い中くらいの四角形、同時発売、エルルストア限定版アクリルブロック3種セット付き。発売日、品番、6月26日水曜日池袋ディビジョンバスターブロズ ECP-16967、 月24日水曜日横浜ディビジョンマッドトリガークルー ECP-16978、 月21日水曜日渋谷ディビジョンフリングポッセ ECP-16989、 月18日水曜日新宿ディビジョン摩天楼ECB-169910、 月16日水曜日大阪ディビジョンドツイタレ本舗ECB-171、 月13日水曜日名古屋ディビジョンバッドアステンプル ECB-171112、 月11日水曜日中央区琴の葉塔 ECB-1702、 価格6000円、税抜き価格5455円。収録内容 M1 から3、各ディビジョンメンバーソロ曲 M4、 新作ドラマトラック、グッズ特典、アクリルブロック3種セット、 100mm 厚さ 20mm 画像は後日公開いたします。各 CD 共通のグッズ特典となり、特典絵柄が CD ごとに異なります。予約はこちらから https://hpmi.lnk.2/2024c。 特典の絵柄は本日公開いたします。各 CD 共通の特典となり、特典絵柄が各 CD で異なります。アニメートエルルストア全巻購入特典、全巻収納ボックス対象店舗、アニメートエルルスト